さあ、始まりましたチョコレートプラネットのお出番までなんですけれどもね。いや、まあ単独もね、終わりまして。終わったぜ。はい、ありがとうございますということでね。やったぜ。もう全部一通り全部なんかやることは終わったんですかね、今年はね。うん、今年はもう、今年はおしまいですね。もうビッグイベントはもうないもんね。なんかあんのかな、水からのビッグイベント、自らのビッグイベントもないし、なんか4ヶ月か、なんか仕事的にもなんかそんなでっかいのはないもんね。うん、ないと思う。まあ27みたいな、うん、とか、年末に、年末になんか、うん、まあ、なんかすごいなって。でももうビートたけしさんの映画出るとかな、そういうのもないし。次のやつモグラとか出るでしょ。あ、そうなんや。なんかアマゾンかなんかでやるやつのやつに書いてあった。あ、そうなんや。モグラとか、あと雅紀さんとか。そう、いいな。あったら聞こうと思って。もうね、そう。もうそういうのもないんで、もう、うん、あとはもうゆっくりやるだけですけれども、うん、まあね、もう本当にしんどいですわ。もうマジで、もうこの昨日休みやって、はい、いろいろなんか溜まってたこう支払いとかやつやってたんですけども、ほんまにもう絶対にやり直されるんですよ。もう なんで？マジで絶対になんかここ金額間違ってるとかなんかこうな。マジでもう、いや金額間違ってらもう沢さんのミスじゃん。いやだから俺のミスなの。だからもうだから本当嫌なのあれ、マジで。何もう確認して、もう確認したいって書いちゃうってこと。何のあれ確認してるけど、絶対どっかが、絶対どっかがなんか抜けてんの。たり確認できてないんだよ。でもその確認しようがないやん。俺がどこ間違ってんのかもわからへんやん。だってもう俺が合ってると思ってんだから、確認して合ってると思ってんだよ、うん、でもそれも間違ってたでしょ。でもどっか間違ってる。それも確認できてないんだよ。腹立つんだよな。もう確認もしたないねんね。確認ほんまにもうなんか嫌ですよ。だからなんかもう約束とかもほんまできひんからな俺。昨日とかもあーなんか今日誰かと飯行って消えたなとか思うんですけど、うん、まあ、結局ああでも今から急に誘ってもなってなる、うんうん、でもあーってでもあーってなる。そのほうほうほう、うん、そうそうそう、まあまあ次かみたいな。だから飯行きましょうって言ってる人結構いるのよ。うん、でも一つも行けへん。でもそういうのが積もり積もって流れていって、そして向井しか残らんっていう。そうなるんだよ。そう、そういうこと。だからそうだよね。なんかこれちょっと終わったらちょっととか、その言って、そうそうそう、だからどん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 もうなんかでもその相手になってでもちょっと面倒くさいなとか思っちゃう。うん、お確認もしないし。確認もしない。いや確認はしてんのよ。いや確認はしてんのよ。でも何があってるか分かんないの。できてないんだ、マジで。確認ができてないんだ。腹立つわマジで。本当にもう本当にこれが一生続くって思うと本当にもう嫌になる、マジで。いやでも一生続くよ。嫌だな本当に。もっと楽になったりするんじゃないの、そういうのも。なんかそのトヨタとかどうしてんの。何の、どういうこと。トヨタとかそうちゃんとやってくれる人がいるってことでしょ。大企業、うん、トヨタやってくれる人ってこと。そのだから確認係がいるよそりゃ。だからでもそ何その何そのトヨタって。トヨタは、うん、どうしてんの、その税金の支払いとか会社で。それはちゃんとやってくれる人がいるわけでしょ。どこでわでも誰かが確認しなきゃいけないからね。うん、うん、全然最終的な確認をしなきゃいけない。社長が確認しなきゃいけなかったりとかもあるじゃん。何トヨタって。そうですね。まあ、一応だからその自分の会社としてやってるわけだから、はいはい、他のその会社とかどうしてんやろ。何ということ。いやみんな確認してるでしょ。確認。いや支払いとか自分で社長が言ってへんやん。あだからそれはそういう大きいところでしょ。うん。大きいところはあれじゃない。うん、そのそういう係がいるじゃん。それだけやる人がいるわけですよ。お金だけの経理の経理がいるわけでしょ。だから経理を雇えばいい。経理雇いたい、うん、どこにいるんだ経理は。
どうやったら雇える経理。いや経理やりたい人って言って、だけど経理を雇っても最終的に確認するのは長田さんだろ。だからそれが嫌なの全部。でもやってんのか、トヨタさん、トヨタ秋夫さんは。やってると思うよ。確認やってるよ絶対。ほんま？だって絶対そのハンコ、ハンコ、そのハンコこれね。ちょっともうどっちかわからん。あれもあれ難しいな、あれ銀行の印は。で、あの下に引くやつない場合、うん、どこまで引く、うん、マジでもう。でも確認しなきゃいけないよ絶対。やりたくない。めんどくさいけどな。めんどくさい、めっちゃめんどくさい。うん、なんかもう嫌だわ。銀行行ってからだから俺のいいのかとか、なんかそう届くのが嫌なんですよ。うん、うん、もうそ届いて仕分けしてみたいなのが、あ、うん、見たくない。中身も見たくない。全部もうやってほしい。お金払いますんで。だから経理だよ、経理とか雑務やってくる人を雇うんだよ。行政書士ですか。え、そ、うん、だからそこもそうだし、あれじゃない、税理士は雇ってるんですよ。おうおう、税理士は頼んでる。税理士は違う、なんかその年、なんかその税金をこうか経費とか経費をやってくれる人じゃん。うん、支払いは俺がやらなきゃいけない。何の支払いよ。車、税金とか、そう、車とか住民税とかいろいろあるじゃん。なんなんあれ、なんだ、引き落としなんないのかあれ。なるよ。なるの。なるし、だからそれもやってないのよ俺、めんどくさいから。会社で銀行でやったのよ、なんかその会社で銀行のやつを、うん、でもそれをめんどくさくてやってないの結局。そこだよ。え、全部自動でやってる。俺はだから引き落とせる。うん、だし、あの、持ってると俺はもうほとんど何もしてない。奥さんと、あ、うん、でもあとその頼んでその税理士さんとかと確認してこれでやってくださいっていうのはやる。その書類見てない？もう。え、見るよ。うん、あの来て。うん、なんだこれっつった。持ってて、これなんかよくわかりませんっつって、で、そのこれもうわかりませんって持って行ってんの、どっか税理士さんとか持ってってだから、それが俺やっめんどくさい。なんかそのえ、それだって持ってくのはだってもうしょうがないじゃん、持ってかないと。え、それ持ってったら税理士さんやってくれる。持ってって、でこういうことですっつって、うん、で自分で振り込まなきゃいけないやつは別に携帯でバッと行くし。いや、そうそうそう、とかそれがめんどくさいじゃん。もうそれはだってしょうがない、やんなきゃいけないことだもん。だからめんどくさい、それやってほしいんですよ。だからもう全部誰かにも携帯も渡しとかなきゃいけないんだよ。もうそう、でもそうなったら大谷選手みたいなことになるわけでしょ結局。そうですね、第2の、だから、ね、第2の二平さんが出てくる。そうそう、二平さん出てくるわけでしょ。出てくるよ。そこもだからマジで、その人選も非常に大事なんだ。自分でやんなきゃいけないことなんだから。お二人お出番です。